ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は29日、日本時間30日、ヤンキースとのワールドシリーズ第4戦を前に報道陣の取材に応じた。第2戦で左肩を負傷した大谷翔平投手について言及し、翔平とは会っていない。彼は大丈夫だろう。ニュースがないことは、いいことだ。とご機嫌な様子で語った。不安はない。試合が始まるのが楽しみ。よく見ていてほしい。素晴らしい準備ができている。今の私たちの状況は気に入っている。とても楽しみ。今夜、いい野球をすることに集中している。だって我々には地球上でベストな選手、大谷、ベッツ、フリーマン、が3人もいる。また、指揮官は明日の試合は考えていない、と第4戦で決める構えを見せた。ロバーツ監督、ポストシーズンは怪我人が多数出る中、選手のやりくり、打順の組み替え、ピッチャーの系統でその手腕を発揮して、ドジャースの強さを引き出してきた。少なくとも WS 時点ではキレキレ。日本中のそれほど大リーグに興味のなかった人たちに興味を持たしたのは大谷の功績だな。第4戦の先発はドジャースがカスパーリウス、ヤンキースは15勝投手のエルギル。楽しみだね。第6戦の山本投手も見てみたいが、ここは連勝してニューヨークでの祝杯を見たい。野軍は外、ジャッジ、スタントンと地球上でベストな選手が3人もいる。なお、移籍1年前からワールドシリーズチャンピオンなんかして、しかも前人未到の50-50達成夢の実現まで目前に迫った。今日決めてほしいけどやっぱり本拠地でという葛藤がある。